さんこんにちは。どうも、みんちゃんです。今日は、なんとコロナ3回目のワクチンを打ってきたので、まあ明日どうなるかわからないので、今 YouTube とかで流行ってる麻薬卵っていうんですかね、味付け卵の方を作って、まあ明日に備えたいなと思います。まあ材料はなんとなくの直感でやっていくので、ほんと適当です。じゃあまず卵の方茹でていきます。調味料の方は水100に対して醤油を第1、砂糖を入れます。ここは20ぐらいにしようかな。そしたらここにニンニクを、これぐらい。そしたらあとは野菜を切っていきます。ここでなんと容器に移し替えると量があまりにも少ないので、もう倍の量に変更します。そしたら野菜を切ります。皆さんはコロナのワクチン3回目打ちましたか？自分の場合はファイザー、モデルナだったので、まあ、クロス接種だと3回目がしんどいよっていう話を周りからも聞いてるので、1回目2回目ともに何も副反応出ず、まあ多少のその注射打ったところは痛いなぐらいだったんですけど、特に何もなく、で今日も、注射打って、その日の夜、まあ注射朝の9時、まあ10時頃打ったんですけど、でほぼまあ1日というか半日夜まで来て、今こうやって料理はしてるんですけど、今のところは特に症状は出てません。本当にコロナもね、いつまでこんな状態が続くのかなと思いながら、本当に県外なんか仕事で現場入って出てくとか、それ以外でもう行くことが本当になくなりましたよね。県内にいても本当どこも特別行かず、人混みがあればもうそこを避けるような感じでいつも過ごしてますね。たまにはゆっくりどっかでご飯食べながらとかしたいなとも思いつつ、まあもう少しの辛抱かなと思ってる頃でありますと。そしたら玉ねぎは入れたので、でこの次ネギを切って入れていきます。ワクチン打った後、お昼には、庭の方に新しい果物の苗を植えてました。まあ、最近山菜とかもプランターに植えたりとか、そんな感じで庭いじりも
してはいるんですけど、ホームセンターで買い物をしてたんですけど、まあ、苗買いに来るお客さんっていっぱいいるんですけど、やっぱ果物の苗買う人って少ないですよね。じゃあそろそろ卵の方火が通ってるので剥いていこうかなと思います。卵も剥き終わったので入れてきます。ちょっと多すぎですね。まあいっか。そしたらこれにラップをして一晩寝かせます。そしたら1日経ったので開けてみます。そしたら1個取り出してみます。では切ってみます。ちょっと卵の方ほぼ完熟状態になっちゃってますね。ちょっと茹ですぎ。最後までご覧いただきありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。